ちょなんかねサブ村をね起動した瞬間にいきなりコトブキ村長出てきてビビったんですけれども、あのお前さんごりちゃんミネットですというわけでですね、ちょっといきなりなんですけれども、サブ村の続きをやっていきたいなと思います。いかにもわしがミネ村のかつての村長コトブキじゃん、お前さんが噂の新しい村長ミネットじゃない、元村長としては様子が気になってたまに遊びに来るんじゃが今日はお前さんに会えて何よりじゃよ。ちなみにわしは今ここからずーっと遠くの南の島で妖精を炎上しておるのじゃ。とこなのリゾート アイランドじゃよーああそうっすあーこれあれか南の島のあれかな行き方を詳しく教えてやるから後で浜辺の船着き場に来るのじゃじゃあなじゃあなんか今新しい住民の方が引っ越ししてきたっていうことなんでちょっといろいろ見ていきたいなと思うんですが間違いなくこの子じゃないレイチルじゃないあれ誰だアセロラちゃんかアセロラちゃんで10人だった オッケーあ、そうか、アセロラちゃんが今日引っ越ししてきたってことか。ちょっとね、一回アセロラちゃんに会いに行きましょうか。いますね。では、アセロラちゃんにご挨拶。はじめまして、アセロラちゃん。 はじめまして、アセロラだよ。もうあたいに気づいちゃった。やっぱオーラが出てるのかな。あたいアイドルとしての経験をもっと積むためにこの村に引っ越ししてきたんだ。今日はお部屋のお片付け中だから、また今度遊びに来てね。なんてね。なんかあれだね。もも子に似てるな <laughs>。性格がもも子そっくりなんだな。かわいい。ちょっとね、熊住民化計画も始まってるわけなんですけれども、どうしよっかな。あと、8人。今ね、めっちゃ悩んでるんですよね。誰を呼ぶか。 まあ、バッチおじさんがいるか、ここはあえてスルーをして、えー、役場に向かっていきましょうか。多分ね、そろそろ、ポイント貯まる、えー、めっちゃ雑草生えてる。いつの間にこんな生えてたんだ。多分そろそろ100ポイント貯まると思うんだけどなぁ。さてさてさて、えー、村長の椅子に座って、そろそろ届け出100%なってもいいんじゃないですかね届け出のこと、88! あと12ポイントか。自ら村の美化に勤める釣りをしているとたまにゴミが釣れちゃうことがあるんですけれどもってことなんですけれども、いやーこれ無理だなぁ。まあ、ゴミも拾えないんですけれども、そもそもね、釣り座を持ってないから、えー、釣りができないということなので、ちょっと、えー、花植えていきましょうか。まあ美化しろ美化しろって言ってるんでね、花植えるのが一番手っ取り早いかなと。 よし。じょうろも持ってるから。てやつまじ釣り欲しいなそろそろ。えー釣竿売ってるかなんかスコップと網しか売ってない気がするんだけど。なんでスコップとさ、網しか売ってないんだろうこれ。てかめっちゃ高級なもん相変わらず置いてんなー。茶壺安いし。これはもうあれだな。しずえさんに話しかけてもらうのが手っ取り早いんじゃないか ちょっとなんか、貝殻を拾ってきてくれみたいなことをね、この前、暮らしのアドバイスで言われてたんで、まあそれもね、ちょっと並行しながらやっていこうかなと、思います。とりあえずだなその、まあ、せっかくことぶき村長が来てくれたので、ちょっとね、南の島でも行ってみましょうかい。まあ、言うてまだ御島に行けるわけじゃないのでね、なんとも言えないんですけれども、 地面植植ええてていいくこここら辺のやつもしっかり植えていこうかりうミネ村はね美しい村条例にしてるからさ花とかめちゃくちゃできるんだけどさまだ美しい村条例にしてないから全然花が咲かないのがちょっとあれだね違和感があるというか住民が植えてくれないからなそもそもそこが問題だねしゃあ来てやったぜ寿村長さんよ オミネットちゃんと約束通りに来てくれたんじゃない。はて、じゃが何の約束だったかの。えー、っと、そうじゃった、そうじゃった。えー、南の島のことじゃったな。わしの通、南の島は世界中の人が遊びに訪れる、床松のリゾートアイドランドなんじゃ。じゃから、ほれ。秋だろうがなんだろうが、アロハシャツ1枚でへっちゃらなんじゃ。島にはこの辺りでは見られない。珍しいものがいっぱいあるぞい。 えービーチでまったり過ごすもよしツアーに出かけてがっつり遊ぶもよしまさにパラダイスじゃよ島に渡るための船はこの船着きばっかに着くからのさすが明日からこの村にも立ち寄れるように係の者に伝えておいてやろうじゃあ村長の仕事頑張るんじゃぞまた近いうちに島で会おうえてかさ島に村長とかそうそう会わなくね <laughs> まあ、それはいいとして村の活動に力を入れますかせっかくなんでねいや釣りを早く欲しいな これはもうしずえさんの力を借りるしかないのか浜辺の方、あ、これこれ、浜辺の方に行って貝殻を取ってきてほしいって言われたんでちょ、貝殻取ってきたんですけれども、とりあえずあげましょうか。貝殻を直接渡していく。しずえさんは大喜び。部屋に飾って大事にします。 マジか貝殻は部屋に飾るとそれぞれが素敵なインテリアになるんですよそれもあって中にはリサイクルショップで高値で買い取ってもらえるものもあるんですおーあんまりねそういうの気にしたことないからな何もらったおーナシおなしだおお実家から届いたなし、えー、この村の特産はオレンジですがうちの地元はこのなしが有名なんですそれ絶対峰ミ々ネミネ村から取ってきたやつでしょ いくつか差し上げますので食べるなり売るなり育てるなりお好きにどうぞ。ちなみに売ると特産のオレンジよりも高くで買い取ってもらえますよ。なので中にはこういう珍しいフルーツを自分で育てて生績を立てる人もいるみたいです。オッケーじゃあそれはやろうか。多分だけどこういうことをしてたらいずれ良くなるのではないですかね。化石を掘っていくが、そんなに今化石が欲しいかって言われるとそうでもないので、 1>, 1個埋めていきますで。これちょっとしばらく続けていこうか。まあそんなに今はあんまり気にせずに植えていって、まあ後の方で木とかはね伐採できるから調整できるんでやっていくんですけれども。よし。えー、しっかり植えてきましたよ。えー、暮らしのアドバイス。知ってるからいい。 趣味の話でもしようかしら。え、この辺りは自然豊かなので、いろんな魚や虫が見られるので、ので、釣りや虫取りを趣味にされている方がとっても多いんです。趣味を通り越して皆さん結構稼いでいらっしゃいます、ね。釣りも虫や網も、まめつぶさんのお店で買えるので見かけたらぜひ手に入れてくださいっていうことなんですけれども、釣り、釣り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 ,釣り、えー、暮らしのアドバイスで、釣りざ釣りざ釣りが買えない、これ、釣りが買えないんですわ。 こういう時に備えて買い置きがある分があるので代金500メロいただければ特別にお譲りしますけど買いたい買いたいよそれだってさースコップと網しか売ってないんだもん買うしかねえなよーしじゃあガッツリ稼ぎますかなんかゴミとかがさー釣れるって言ってたよねゴミとかを釣って なんか、村の活性化に努めてほしいみたいなこと言ってたんですけれども、そもそも俺多分ね、峰ネ村でもゴミが釣れたことってそんなないんだよね、正直。とりあえずやってみるあー、初めての釣りだな、こっちの。よーし、船釣り上げていく。めっちゃ一発で食いつくね。ゴミとか釣れるもんなのか おーしとりあえずブラックバス釣り上げて3種類釣ったのでえー、っとだな住民との好感度を上げていきましょうかじゃあ上げることによって多分それなりに変わってくるんですよねあのあの村のねアドバイスポイントみたいなやつがえー、っと暮らしのアドバイスをしていきましょうか釣りの調子はいかがですか図鑑を見て 魚の図鑑に種類釣れたあそっか3種類って言ってたな3種類かあーやったようやく3種類揃ったよーし暮らしのアドバイスをやっていきましょうか図鑑を見てよしこれで3種類揃ったので次のやつにいきましょうかあ全部になるあまマジか <laughs> 全部になる。あ、そんな早く終わるんだね。おしおし。え、しずえさん。ちゃんとアイテムの開けてきましたよ。プレゼントの件覚えていらっしゃいますか今ならお渡しできそうなので。はい、これどうぞ。じょーろ <laughs> もらったっつーか、買ったしな。買ったしな、これ。 あとはまだまだこの村にあなたの知らないいろんなことや出会いが待ってると思います。これまでのアドバイスを参考に趣味やライフスタイルを見つけてのんびり生活を楽しんでくださいね。了解しました。これからどうぞよろしくお願いいたしますね。ということで、はは、じょうろをいただきましたよ。2個ジョーロあってもしょうがねえしなあ。おーし、というわけで、熊村計画やって 行っていきましょうか続き。え、三人目はね、もう決まってるんですよ。この子になります。はい、こんにちは。私を呼んでくださってありがとうございます。ダベやかわいいな、口癖。とか言ったりするとメープルさんっぽいでしょうかね。さて、あなた様何を望みでしょうか村に住みなよ。というわけでですね、峰村の熊住民化計画の三人目はメープルちゃんになります。というわけで、あの、くれぐれも、 俺とー太郎の秘密のはずがリスナー全員に伝わってしまったわけなんですけれども明日からメープルちゃんがこの村にやっていきますお楽しみに今回はこの辺で会っときましょうじゃあな